午後3時過ぎの久留米市田主丸町です。夏らしい入道雲が広がっています。暑い。手元の気温計は現在 38.9 度ということです。暑い。汗が止まりません。今日久留米市では日中の最高気温が 38.7 度を記録しました。福岡県内は行橋市で38度、太宰府市で 37.6 度など各地で35度を超える猛暑日となりました。福岡県内に熱中症警戒アラートが出されたのは今日で20日連続です。 FBS のまとめでは今日午後3時までの熱中症疑いの通報や搬送は福岡県で25件、佐賀県で9件となっています。重症者はいないということです。連日の猛暑の中、涼を求めて川遊びをする子どもたちを見つけました。さらに食で涼を感じられる場所も。一年中椿が展示されているこちらの施設では、この売店の一角にこちら美味しそうなジェラートが販売されています。久留米市内の県道151号などは箕面北麓ジェラート街道と名付けられていて、道路沿いの8つの店舗が夏限定で趣向を凝らしたジェラートを販売しています。その一つで味わえるのは椿の花びらをイメージしたあまおうとミルクのジェラートです。おいしい。甘酸っぱいこのいちごのソースの部分とこの濃厚なミルクジェラートの部分がすごくバランスがいいですね。椿油がこのミルクジェラートの部分に入っているということで、すごくこう舌触りが滑らか、ちょっとこう舌にスッとこう溶けていくような感じがありますね。まあ、暑い時期にですね、冷たいジェラートを食べていただいてですね、涼んでいただければと思ってます。一方でジェラートの原料にも暑さの影響が。自社農園で育てた巨峰を使ってワインを製造するこちらの店では、巨峰果汁をたっぷり使ったジェラートを販売していますが、巨峰を見せてもらうと、こんな感じです。ちょっと色づきがまだ良くないのは、あの朝晩の寒暖差がなくて、ちょっとまだ色づきが悪いです。例年ならお盆頃にはほとんどの巨峰が深い紫色になるそうですが、日中の暑さに加え夜も気温が下がらないことから、今年はまだ7割ほどしか色づいていません。収穫が遅くなるとイノシシなどの動物に狙われることも増え、暑さがどこまで続くのか心配しています。この暑さに巨峰も参っていると思います。各地で影響が出ている猛暑はまだまだ続く見通しです。